の隠し子ですね。そんな大したもんじゃないですよ。もう全然パソコンに疎いんですけど。これで配信できたと思います。ちょっと YouTube の方もできたと思います。じゃあやっていきたいと思います。今日2019年の12月1日です。もう12月に、12月2日が、曜日の感覚がなくなってきた。12月2日です。メルマガ登録募集してますんで、よければご登録ください。あと、なんだ、ノートでコンテンツ販売してます。よければ、ご覧ください。リンクは Amazon じゃねえや。YouTube の下の欄のとこに貼ってあります。あと、チャンネル登録とかグッドボタンとか、よければお願いします。じゃあ、前回からの続きで読み上げていきたいと思います。じゃあ、今日紹介するのは、円の支配者って本ですね。リチャード・ベルナーって人ですね。創始者から出てます。戦後、一層強固になった戦時経済体制。戦後改革は冷戦のプロパガンダが生んだ神話。戦後の日本の経済社会システム、さらには政治システムまでが戦時中に生まれたものだとすれば、アメリカの占領と戦後改革は一体何だったのか。前回お話ししたのは、日本の今の経済体制っていうのは総動員体制、1940年代にできたということを説明しました。前回何説明したか前回水曜日やったのか。そっち3時間も喋って、3時間もテンション上がって3時間も喋っちゃったんですけども。資本家なしの資本主義ってことですね。資本家がいないと。経営者と官僚だけしかいない資本主義を日本人は独自に作ったってことですね。まあ、その体制の中では、従業員と株主は、従業員はまあ、懐柔すべき何か。飼いならすべき何かでありまして、で株主は敵であるということですね。ということで統制経済を戦争中やってました。その中でできたのがメインバンク制度ってやつですね。軍需会社が中心に戦時中産業改革ですよね。産業の体制構造改革をしたんで、軍需会社に優先的に原材料ですね、割り当てるわけですよ。でお金も資金も、大蔵省に割り当てられた銀行によって、まあ、資金を割り当てるということです。であと資金を集めるとき、国民に貯金を奨励してどんどん貯金させると。で貯金したの銀行を通じて軍需会社にどんどん資本に投資するわけですよ。でこれによってガンガン産業が回って、どんどん戦争体制になって、で日本はまあ労働力が根こそぎ動員されて、農業部門から工業部門への労働者が移動が起こって工業国になったと。戦時中に工業国といって、日本っていうのは完成してたんですね。でまあ戦争に負けたんですね。その結果で戦争に負けて GHQ は一体何を改革したのかってことですね。この話が出てきます。でマッカーサー将軍の占領軍司令部は、日本を民主化し文献化し非軍事化し自由化せよという命令を受けていた。まあポツダム宣言っていうのはその民主的にやれってことなんで、書いてあった内容が、今まではその天皇大権で、天皇陛下中心、荒人神天皇陛下中心で政治体制ができてたんですけど、国民主権にしろっていうふうに、まあ参ったすんならったら国民主権にしろって約束があったわけですよ。それを受け入れたわけですね。で受け入れて民主化、これは戦後民主主義ってやつですね。日本は民主化していったってことです。で民主化して文献化すると、一極集中ですね。内務省っていう今のなんだか、内務省っていうのは今の警察とかなんか全部合わさったような省があったんですよ。中曽根康弘先生がお亡くなりになりましたけども、内務官僚ですよね、もともと。でそっから海軍になんか戦時中行って、その後政治家になってキッシンジャーの弟子みたいな感じになって、
1980年代ね、6、7年首相をやってましたけども、内務省っていうのは、これウィキペディア、1947年12月31日に廃止された日本の中央官庁、地方行政、行財政、警察、土木、衛生、国家神道などの国内行政の大半を担ったと。大久保利通が作ったんですね。だから警察、今の国土交通省とか、警察とか、自治省って何でしたっけ、なんかその、地方のなんかとか、全部やってる、一番強い官庁だったんですね。で、これが解体されたんですね。GHQ によって。ということです。だからまあ、内務省がそのままあればね、中曽根さんだってずっと官僚だったかもしれないですよね。ということですね。だけど、まあ、政治家になっていったということです。で、続きです。マッカーサーは将軍の占領軍司令部、まあ、GHQ は日本を民主化し、文献化し、非軍事化し、自由化せよという命令を受けていた。この目標を達成するため、まず第一に国家総動員法など戦時下の法律規則が廃止され、統制会その他戦時団体は解散させられた。軍部は消滅した。戦争経済の核心であった軍需省は、1945年12月に廃止された。まあ、この軍需省ってのは今の経済産業省ですね。その前は商工省だったんですけど。で、恐怖の的であった思想警察を含む警察組織を要する強力な内務省もなくなった。戦争犯罪人は裁判にかけられた。第二に政治システムは変わり、日本は新憲法を与えられ、民主主義の原則と言論及び信教の自由が確立された。女性にも参政権、選挙権が与えられた。第三は、GHQ は3つの大改革を断行し、戦時経済体制を解体しようとした。財閥解体、農地改革、そして労働の民主化であるということです。 GHQ がやったのは3つ、国家総動員法などの法律の廃止、2番目は政治システム、日本国憲法による、まあ、民主主義、国民主権と言論信教の自由、学問の自由とか、あと女性の参政権で、3つ目は財閥解体、農地改革、労働の民主化という経済体制の解体ですね。これを3つやったと。で、続きです。こうした目立った改革のおかげで、日本は過去と決別し、自由で民主的でリベラルな資本主義国家として生まれ変わり、自由世界の指導者、アメリカのパートナーとなろうとしていた。少なくとも太平洋の両側で冷戦のプロパガンダはそういう図を描いてみせた。一見アメリカ占領軍は公式目標を達成したかに見える。だが1952年4月にアメリカによる占領が終了したとき、その果実は約束されたものとは全く違っていた。まあ、1952年にサンフランシスコ講和条約というのを、ね、吉田茂が結んで、まあ、独立するわけですね。それまで7年ほど占領状態だったわけですね、GHQ による。で、戦時体制の解体や経済の規制緩和と自由化どころか全く正反対のことが起こっていた。アメリカ占領は総動員体制の戦時経済システムをさらに強化し、揺るぎないものとする結果になっていたのだ。冷戦の激化とともに、アメリカの一部のロビーストは日本に共産主義に対する確かな共闘法とするべきだと考え、そのためにできるだけ急いで日本経済を強化せよと主張した。まあ、冷戦体制だったんで、結局日本が反共の共闘法ですね。反共の砦、東アジアの反共の砦として、作り直すべきだということで、そういう方針に変わっていったんですね。だからこれが今も続いてるわけですね。今も反共ですよ、反共。まあ、マスメディアは特に反共ですよね。で、続きです。戦争前の駐日大使ジョセフ・グルーらの国務省の審議者は、ドイツに対するよりもはるかに穏やかな占領政策を実施させることに成功した。ニューヨークとワシントンの関係者は結局1930年代の戦時経済体制の立案者と同じ結論に達した。政府の見える手を使って成長を加速すべきだというのである。
すでに1947年マッカーサー将軍の民主化政策は深刻な砂鉄をきたしていた。公式声明こそなかったが、アメリカの対日政策は大きく U ターンした。GHQ は今度は積極的に戦時総動員体制の継続強化を図ったということです。結局、早く日本を復興させて、反共の砦にしなきゃいけないんで、経済の復興を優先させると。そうすると一番合理的でコスパがいいのは戦時体制を継続するということですね。ということで、戦時経済体制をそのまま、だから官僚と経営者主導で日本経済を回して、今度は、今までは戦前だと武器作ってたわけですね。軍需産業にどんどん投資したんですけど、戦後は輸出産業にどんどん投資をして、日本を自由主義、市場経済、資本主義のモデル国に作り変えていくということが、アメリカのワシントンで決まったってことですね。で、途中から全然、変わっていったわけですよ、占領政策が。逆コースってやつですね。で、続きです。レッテルの貼り替えによる改革。その結果、第二次大戦終了後も、戦時日本の経済統制のすべてが変わらず続くことになった。軍需省は通商産業省と経済企画庁に分割されただけだった。軍需省が経産省、今の経産省、通産省ですね、その前は。と、経済企画庁に分割されただけだったと。かっこ、この名称の方が脅迫的じゃなくずっと穏やかだ。戦争中の統制下は民間部門の各業種団体として直ちに再登場した。例えば、戦後自動車メーカーの圧力団体である日本自動車工業会は、戦時中は自動車統制会だった。全部門の業種団体を傘下に置く強力な経団連の前身は、戦争中の中央経済統制会である。法律や規則、慣行はもちろん、戦後の企業や団体の多くを任意に調べてみると、いずれも戦争中にそのルーツがあることがわかると。今の経団連ってやつは、戦争中の中央経済統制会が元になってるんですね。だから戦後のその我々が生きてる、銀行、メインバンクシステム、企業とかも遡ってみりゃ戦前からやってるわけですから、新しく戦後できた車の会社だってホンダぐらいなんですね、戦後できたのってね。それは戦前はみんなトヨタも日産もすでにあったわけですね。だけど、戦後的な会社みたいな顔してますけども、もともとは戦争中のその国家総動員統制体制の中で、でも商売してたってことですね。だから、経団連っていうのは、戦争中からのある中央経済統制会、それが今も生き残ってるわけですね。で、経団連って評判悪いですよね。特に若者に評判悪いわけですよ。経団連の会長がメールも使えないとかね、すっぱ抜かれたりしてましたけども。経営者上がりの人たちが集まって、日本の物事を決めて消費税をもっと上げろとかね、いろいろ言うんだと。なんでなんだろうっていう、もやもやした疑問がある。なんでおじさんたちが威張ってんのかっていう、もやもやしたものがあるんですけれども、戦争中の統制経済の中で作られた団体だと。で、未だに我々は統制経済の中で生きてるってことですね。見た目は自由市場経済のね、資本主義の中に生きてるような顔してるんですけども、言ってみればもっと統制経済で、お上に逆られない複雑なシステムが、これは戦争中作られて、戦後も今に至るまで継続してて、いまだに新卒一括採用とかね、どこの国でそんなことをやってんだってことは今もやって、年功序列、もう経団連の会社は特にね、残ってるわけですよね。なんでそうなってんだってことですよ。ねえ、やるなら今しかないぞ。藤波、前田、みたいな。革命だっつってね、革命戦士長州力。毎回その話してますけど、この前 YouTube でちょっと見直してみたんですけど、面白かった 長州力のマイクパフォーマンスってうまいですね。で、猪木さんが力ずくで勝ち取ってみろって言うんですけどね、お前ら力ずくで勝ち取ってみろって言ってね、言うんですよ。なんだろうな、今の社会の問題っていうのはもう戦争中から引き続いてる問題があるんで、そっちの方を見ないと、
まあ経団連の文句言ったってしょうがないってことですよ。そんなことがあるということです。で、続きです。戦時中の法制の一部は特に通産省大蔵省の手で、戦後は間もなく再び正式に日の目を見ることになった。1945年の GHQ 指令第3号は経済統制の継続を宣言した。直ちに外貨割り当てが再び実行された。物資動員計画の代わりに物資需給計画が作られた。一番大胆に戦争システムが継続されたのは通貨システムと金融統制だった。戦時中の1937年の臨時資金調達法と1940年の銀行等資金運用令は依然として効力を持っていた。1942年の日本銀行法もそうだ。日本銀行法が根本的に改正されたのは1998年4月。1949年に制定された外国為替外国貿易管理法は戦時の統制経済を確立する一連の法律の行使となった。1932年の資金逃避防止法から法制度をそのまま踏襲していた。この制度は1998年4月まで続いた。あ、さくらさん、コインお茶箱ありがとうございます。通貨システムと金融統制っていうのは戦争中のものが継続されると。で、通貨システムって何かっていうと、まあ優先的に成長していく産業に資金を割り当てるってやり方ですね。資金と材料を。で、これは戦後も、そのまま残ったと。今も、まあだから今もトヨタ中心に輸出産業、トヨタの輸出品なんかトヨタは 7%、8% 作ってるんですかね。トヨタの車ですよね。だからトヨタ中心にこう、まあトヨタ中心のシステムっていうか、資金が十分トヨタに入るようにやってるんでしょうね。まあ輸出産業に投資するように、まあ、システムができてるんでしょうね。まあ今未だにものづくりをやろうとしますよね。私はもうものづくりは、まあ、無理だと思いますよ。日本でそのものづくりして輸出で食っていくのは。なんかもう情報産業の方が上回ってきちゃってんで、なんかこうコンテンツを売るとかね、なんか新しい売り物を作らないとなんかこう厳しいような気がしますけどね。私はだ具体的に何売ればいいんだか分かんないんですけどね。そんなことはね。あと金融統制ですね。通貨システムと金融統制。まあ日銀法っていうのはずっと1998年までずっと継続してたということです。続きですね。戦争中に築かれた日本企業と銀行の親密な関係はたちまち強力な系列とメインバンク制度として再浮上した。戦後の税制の中核部分でさえ戦時経済まで遡ることができる。1952年の企業合理化促進法は重要機器に効率の償却を認める減価償却制度を確立し、資本投資を促す税制上の大きなインセンティブとなったということです。戦争中の企業と銀行、まあメインバンク方式ってのはそのまま続いてると。だからどこの企業も今メインバンクがあるわけですね。で、なんでメインバンクが良くないのか、良くないっていうか、本当だったら株式市場から資金を調達してくればいいわけですよ。自分で株式発行してね。だけど銀行融資で投資していくんですよね。で、銀行融資の元はまあ預金だったり、預金っていうか銀行融資の元は誰が作ってんのかっていうことですね。で、銀行融資の元は日銀がお札を発行してるってことですね。久米さん、中国のスパイが来るかもです。お気をつけてください。中国のスパイが私のところに来てどうするんですかね。それよくわかんないんですけど。来てるの？私は国家機密情報なんか一個も持ってないから、来られたって、私のトークが盗まれる。私が喋ったネタを。よくお笑い芸人ね、なんだっけ、前ネタパクられて怒ってますよね。渡部さんでしたっけ。渡部さんと小島さん、アンジャッシュのネタを中国で同じのやってたって言ってね、ニュースでやってました。ああいうのはまああれですよね、あれパクリですよね。お笑い芸人のネタってどこまで著作権あるんですかね。私
すごい疑問なんですけど、あの言い回しとかギャグとかって商標ついてんですかね、あれね。どういう風になってんですかね。ネタって見てればでもネタパクってんなってわかんじゃないですか。あの素人が漫才やると誰かの漫才コピーするから似ますよね。でまあなんだろう、ああいうのって、いやその業界の中でネタパクってら、まあ吉本興工業の芸人のネタパクら吉本興業からあれですよね、圧力がかかるんでしょうね、パクってるって言ってね。階段では著作権揉めたことあるよ。そうですよね。どこまで、まあ古典落語とか怪談とかって一応ほら昔元ネタがあるわけじゃないですか。モノマネ芸人がいるぐらいだからその辺は OK なんでは。モノマネ芸人だってやたら勝手にモノマネしていいんですかね。宮沢さんのお笑いスキルは高いと思います。そうなんですかね。その日の体調、ネタは持ってないですからね。なんかね、いいの欲しいですよね、ゲッツとかああいうギャグなんてやったでしょ。まあでも YouTube っていうのはネタを披露するとこじゃないからな。モノマネ芸人ってあの爆笑問題の太田さんが喋ってたんですけど、爆笑問題ってネタ作るんじゃないですか、基本的に。時事ネタから漫才作ってるじゃないですか。で本人たちが売れない限りいくら時事ネタやってもモノマネ芸人、前に出てるモノマネ芸人にまあ、あのお客さんの受けはほらいいわけじゃないですか。だって西城秀樹のモノマネしますとか言って、まあ昔の話で言ったらですよ、みんな西城秀樹は知ってるわけですよ、郷ひろみでも。でやるからガンガン受けるわけじゃないですか。だけどネタ作ってるコンビっていうのは本人たちこいつら誰だよっていう問題が出てくるわけですよね。だから知名度、ほらモノマネ芸人って人の知名度を利用して自分の芸やってるわけですよね。あれでも著作権としては結構際どくないですか。人の作った芸風で食ってんですから。芸風っていうか、まあダンシング谷村谷村新司のモノマネしてる人いましたよね。あれだってもう谷村新司が有名だから受けるわけじゃないですか。ネタ振りしてくれてるもんがあるから自分たちモノマネで落としてるだけですから、ネタ振りとオチを自分で作んなきゃいけないですよ、漫才って。まあ時事ネタは分かりやすいですよね。時事ネタってもうワイドショーでみんな知ってるネタ振りがすでにされてるとこに、まあ沢尻エリカさんの話とかを元にまあ落としてくんだったら、まあナイツとかそうですね、まあ爆笑問題とかナイツとかもうすでにみんなが知ってるネタを、ワイドショーネタを自分たちで落としていくと。だけど自分でそのネタ作って落としていくっていうことが認知されるまで結構時間がありますよね。だからお笑いショーみたいなあの M1 とかね、ああいうショーをやって年末こうああいうので見ると流行ると急に忘年会でみんな真似しだすみたいなやってますよね。本人の許可も得る人もいますが、事実上黙認状態が続いてる人も多いかと。だから私が急にヒカキンのモノマネとかやって、ヒカキンさんに一言もミヤキンですとか言って、ミヤキンですって言うとミヤサコですみたいですけど、やりだしてですよ。でなんかアクセス集めて、いいのかって問題ですよね。いいのかっていいんでしょうけども、なんかそのグレーゾーンですよね、やってることがね。と思いますけどね。あのコロッケみたいにその三河健一が全然売れなくなった後に干されてた時に三河健一のモノマネをして、三河健一さんが逆にブレイクするっていうのも、まあそういう美談もあるでしょうけども、結構ね、なんだろう、どんなもん、なんかその一般のね、松村さんはモノマネ本人、モノマネの元の本人に欠かさずお中元を作ってます。松村さんって絵描くんですよね。なんか阪神の選手に自分で描いた絵とか送ってるんですね。松村さんの
掛布さんのモノマネと森光子さんのモノマネ のネタがすごい面白いですけどね。前爆笑問題カウボーイでやってましたけど。宮沢さんも一発ネタを持ちましょう。顔出ししないとダメですね。ラジオで一発ネタって難しくないですか？いや、今日ね、メルマガ読者さんからメールもらって、コンビニ人間がね、ラジオドラマ化されて、1週間聞けるとか言って、ぜひ聞いてみて、雑談で喋ってくれって言われたんですよ。で、ちょっと聞いたんですけどね。まあでも、ラジオドラマにリメイクされてんで、結構聞きやすかった、聞きやすかった。ちょこっとだけ聞いたんですけどね、5本ぐらいね。カーボーイや鬼越トマホークが面白かった。鬼越トマホークって一人、信州出身の人ですね、坊主の人ね。なんか、武藤敬司みたいな、でかい方。確か、千曲市出身なんですよ、あれ。ね。声だけならミッキーマウスかドラえもんか目玉の親父の声真似なら できる。大丈夫です。声だけならいいんです。クレヨンしんちゃんとか。クレヨンしんちゃんとかすぐやる女の人いるんじゃないですか。ね、誰でもできる。ジャイアンもいけそう。まあ、全然関係ない話になっちゃったんですけど、まあ、私、だからお笑いのネタって、どこまで許されるのかね、結構微妙だなと思う。銭形のとっつぁんとか。アニメの、前、森光子さんじゃねえや、森昌子さんってめちゃめちゃものまねうまいんですよ。もう何回も喋ってるんですか。私、YouTube で森昌子やってる美空ひばりのものまねとか、すごいうまい。だから多分、プロの歌手っていうのは、めちゃめちゃものまねうまいですよ。ただやらないだけで。やるだけの技量があるけど、それを目的にやってるわけじゃないんで、やらないだけなんですね。でもやらせると多分すごいうまいんでしょうね。だから歌だけで売れるってすごいことですよね。ネタを振って落としていくっていうことで売れていくっていうのは、まあ歌声だけでもう才能ですよね。歌声だけで。田中康夫には知事選で票を入れなかったと長野出身の鬼越トマホークの人が言ってました。そうなんですか。だいぶ前なの。康夫ちゃんなんかもうだいぶ前の。鬼越トマホークってだから信州出身だからちょっとね、応援、でも黒い人ばっか出てたじゃないですか。工場委員会とか。坊主の人も、あれで地元の人なんだけど出ないのかなってずっと。あんまり、他にね、長野市出身のお笑い芸人で島田、手相芸人の島田なんとかさんと島田秀平さん あと、もう中学生って言うんですけど、もう中学生。他にもいるのかな もう中学生は、まあ、有名ですよ。皆さんのお住まいの地域で全く有名じゃないですか。カーボーイにゲストで出てたんで、鬼越トマホーク。あ、そうなんですか。なんかこの前27時間テレビで、あれですよね。太田さんの首絞めてましたよ、カーボーイが。社長が出てきてね。遠藤周作の息子が、遠藤龍之介が出てきて、なんか、感謝状かなんか送るときにタックルして転ばしてたら、すごい鬼越トマホークの二人がね、駆け寄って首絞めてましたね。本気で首絞めてました。まあ、あれ、YouTube にアップされてますもんね。爆笑問題カウボーイ。まあ面白い時と面白くない時あるんですね。なんか。本当にくだらない下ネタみたいなのやんじゃないですか。あなたの見えるとすげえ聞くと不愉快なんですけど、爆笑問題。またすごい面白い、すごい面白い時ありますけどね。それとそうでもない時と差が激しい。なんか今、神田松之丞さんと、太田さんが出てる YouTube チャンネルありますよね。二人で喋ってるやつ。私、神田松之丞さんって喋りゃうまいなと思うんですけど、なんだろうな。はがき職人みたいな人だなと思って。なんか まあ、講談をやってる、講談の方は見たことないんですけど、お笑いマニアだなって、すごいお笑いマニアだなと思って。なんか、
笑いマニアだなって思うね。もし、プロ、伝統芸能だからいいのがあれで。すごい売れてますよね、神田松之丞さんってね。一時のなんか、なんだっけ、春風亭なんとかみたいじゃないですか、勢いとしては。まあ今、なんか襲名するんですよね。なんだっけ、名前変えるんです。松之丞じゃなくなるんですね、もうすぐね。真打ちになったのか。真打ちになったから、解明するまでは多分すげえ売れてんでしょうけど、真打ちになっちゃえばまたテレビあんまり出なくなると思いますけどね。そうですね、千秋直美さんが中島みゆきさんの歌を歌っちゃうと完全に食っちゃう、本家を凌駕しちゃうケース。まあ千秋直美は、千秋直美本人の歌あんまいいと思わないんですけど、私喝采とかね、何でしたっけ、私なんだっけ、なんとかの矢切の私。まあモノマネしたらうまそうですよね。千秋直美はでも美空ひばりがなんか認めた歌手ですよね。玉置浩二と千秋直美は美空ひばりが認めたなんかですね。神田さんは男子のラグダで人生が決まったぞ。ああ立川男子が好きなんですよねって言ってましたね。ずっと好きでいられるってすごいですね。私もなんか男子さんって落語は好き、フリートークは好きですけどね、落語はあんまり好きじゃないって。男子さんの落語ってそんな完成されたやつが、まあ、芝浜とかラグダが、うん、まあ落語評論家ですよね、あの人自体がね。あーだからなんだろう、いやーでも思うな、なんかすげえ全然別の話になっちゃうんですけど、和芸じゃないですか、言ってみりゃ和芸なんですよ。ネタ振りと落ち、ネタの面白さでだけじゃやっぱ結局話を聞かせるところが技術があるわけじゃないですか。でまあなんかラジオみたいなの出て一人で喋ってそれでな聞かせるだけの話芸があるかっていうのがやっぱお笑い芸人の実力的な部分だと私思うんですよ。だからその意味ではあんまりほらネタだけやって面白い人たちってたくさんいますけど、まあ私はいつも言ってんですけど、あのナインティナインの岡村さんって人は喋りが上手くないですよね。やっぱ面白くないんです。ちょっとなんで面白くないのかなって思うんだけど、なんかねすごい熱心に勉強してる割にはなんか熱心に勉強しましたってトークするんですよ。であんまりうまくないなと。であのフットボールアワーの後藤さんって人はうまいですね、和芸。この前あのアメトークでタッチトークっていうのやってたんですよ。あのなんかずっとみんなで芸人が立って、まあなんかこうテーマ回していく、その会話のテーマからなんか拾って次の人が喋る、10人ぐらい出てたんですけど、やってまして、でやっぱり見てたら中川家とかあんまりやっぱ面白くない、全部ネタに走ろうとするからなんか見ててちょっと違うなと思いましたね。フットボールアワーの後藤さんって人は喋りが上手いなと、やっぱ明らかに群を抜いてるっていうか。岡村さんは放送作家がやりたいことを具現化することに関しては天才だから。そうですね、なんか企画があれば、まあ、体を動かす企画ですよね。その意味ではトンネルズに近いですよね。トンネルズも体を動かすとこにあるじゃないですか。ただトンネルズの石橋さんっていうのはトークあんまりうまくないですね。聞かない内容がないと思いますよ全然。みんな楽屋落ちみたいな話しかラジオとかしないじゃないですか。松之丞は悪口を言いすぎてどっかで突っこけそう。でも真打ちになった時はすごいお披露目ですごいテレビとか出ますよね、古典芸能系の人はね。まあだからそういう業界になってんじゃないですか一応。この前でも
NHK で日本講談大賞みたいなのやってましたよね。日曜日の昼間ぐらいで。なんか私、講談の人が誰がいるのか知らないんですけど、なんか、ね、有名な師匠が2人、2、3人出てましたよ。松之丞さんも出てましたけど。喋りだけなら島田紳助だと思う。か確かに島田紳助さんって話うまいですよね。まあちょっと人間としてはね、ちょっとなんか暴力の影がちらつくからあんまり好きじゃなかったですけど、出てる時も。昨日なんかあれ法律相談所にさんまさんが出てたんですよ。さんまさんが出てね、大竹しのぶさんと2人で喋ってましたよ。で、大竹しのぶさんはやっぱ喋りうまいですね。ただとにかくこの人面白くないって嘘がだんだん本当になっていくとか言って、さんまさんのことめちゃめちゃに言ってましたけども、明らかにやっぱりほら、芸能人の芸のレベルとしては、大竹しのぶさんの方がさんまさんより、何倍も上じゃないですか。なんかシャンソンとか歌ってね、愛の讃歌とか歌って NHK の紅白に出ちゃうんですから、もうなんかやってるレベルが全然違いますね。さんまさんってのはテレビ向けのひな壇にいる人をいじる、なんかそういう系風にまあ特化してますよね。自分の得意なことしかやらないっていうところでこうテレビに出続けってますよね。それは思いました。喋りがうまいかっていうと、なんだろうな、まあなんだろうな、一人で喋って面白いっていう感じの人でもないんだな。文豪だと誰が喋りがうまそうですか。三島由紀夫は喋りうまいじゃないですか。あの東大のところに乗り込んでったやつとか、なんか君たちが天皇だと言ってくれれば一緒になるみたいな、ね、言って会場を沸かしてたじゃないですか。すごい乗り込んでってね。あとはなんかでも一応今聞けますよね、あの谷崎にとか永井花粉とかね、意外と常識人っぽい喋りをするからびっくりしましたね。もっと人格的に壊れてんのかと思ってたら喋ると普通だと思います。アントニオ猪木における倍賞光子だからな、大竹しのぶ。例えがよくわかんないんですけど。まあ、アントニオ猪木をアントニオ猪木したのは倍賞さんなんですかね。倍賞さんの弟だってや、姉が倍賞千恵子だから。なんか親戚があれ新日にかかってますよね、確かね。まあ猪木が有名になるまでのお膳立てをしてくれたのは倍賞さんでしょうね。あ、そっか、さんまさんも結局有名になったのは男女7人恋物語に出たからなんですかね。なんかドラマに出たからですよね。ドラマに出て女優と結婚、お笑い芸人がドラマに出て女優と結婚するっていうのは信じられない時代があったんじゃないですかね。それをこうほら、よくさんまさんってお前ら女優と結婚したことないだろっていう二言目には言いますよね。だ今まで芸人が女優と結婚するって思ってなかったんですね。だそういう意味ではこうパイオニアですよね。なんかこう芸人の夢みたいな。ブラックデビルが好きでした。私子供の時ドリフとか加トちゃんケンちゃんしか見てなかったんで、ひょうきん族が何が面白いんだか全然分かんなかったんですけど、今なんかフジテレビ見てるとひょうきん族の方が面白かったんだって書き換えがされてて、そうだったっけって思うんですけどまあ皆さん年代が違いはね、ひょうきん族が面白かったって思うのかもしれないですけど、私はもうその頃は子供だったからね、志村けんの方が好きでしたよ。なんかでも作り込んだコントは受けないから、ああでも作り込まれてるからね。まああとはちょっとしたお色気シーンがねドリフとか、ドリフっていうか志村けんの出てる番組やってて、子供心に楽しみにしてたみたいな。
ありますけど。川端康成と対談した動画あった。川端は結構シャイっぽい。川端はやばい人っぽいですよね。なんかまあ見てるとね。3人、伊藤生と3人で喋ってるやつありますよね。モンティパイソンのが好きかな。モンティパイソン見たことない。なんかモンティパイソンの前ね、なんか哲学者がサッカーやるっていう動画見ましたけど、それはすげえ面白かったですけど。マルクスが左サイドから上がってくるっていうネタなんですけど、どうでもいい。左サイドからすげえオーバーラップしてくるマルクス、誰もパス出さないみたいな。作家のしゃべりですと安倍工房さんのテープ音声もここで聞けて面白いです。道具を使ってテロする方法とか喋ってました。あ、なんかありますよね、長いやつね。あのちょっとすいません、鼻かましてもらっていいですか。なんか鼻水出て毎回。安倍工房は作品が面白いのに喋りはあんまり面白くないなと思いましたけどね。まあでも書いてるものって編集者の構成が入ってるからなんか違うんでしょうね。私作家ってどこまで書いてんのかなっていつも思うんですけど、結構編集の方で削られたり、まあ組み直しとかやってんのかな。やってなきゃ好き放題やって雑誌に載せてるってことはないような気がするんですけどね。だから編集って重要ですよね。だってお笑いとかもそうじゃないですか。あの自分たちが本当にやりたい漫才とかコントやると結構長いっていうかダラダラしちゃうから、まあ、編集でカットしてんだと思うんですよね。全部映ってるわけじゃないから、生で見ない限りまあカットされちゃう。なんか落語がテレビに向かないっていうのをカットできないからですね、なかなかね。個人的には元気が出るテレビの方が面白かったですね。ああ、元気が出るテレビは見てましたね。早朝バズーカとかね。出ましたね。あの、なんか、みんな、木内みどりさんってあの、元気が出るテレビに出てたんですね。兵頭ゆきさんとか今何やってるんですかね。まあ、あれで生きてる、元気なのって、たけしさんと高田純次さんぐらいや。島崎敏郎さんって言いましたよね。アダモちゃんとやる人。あの見ないっすね。何でしたっけ。あなたはコント赤信号じゃないや。コント赤信号じゃなくてなんだっけ。なんか3人組でしたよね。筒井康隆文豪かどうか。まあ筒井康隆先生は俳優やってんじゃないですか。ね。だから、食べるもうまいですよね。まあ顔は渋い顔しますよね。フォトジェニックな顔っていうかね。なんですね。高田純次は相当やばいことやってましたね。やってましたよね。清川虹子の指輪を口に入れてそのまま飲んでた。ひどいことやってましたね。清川虹子さんでしたっけ。俳優いましたよね、有名な。あの番組から出たのがダンス甲子園の山本太郎。そうですね。まあ、メロリン Q、だって私にとってまああのメロリン Q が今ね、街頭演説してなんかこう、社会正義を語ってること自体がね、なんだかなって、なんだかなって思いますもん。正直なところ。もうメロリン Q の印象しかないですもん。なんかあのメロリン Q のモノマネするやつすごい不愉快でして、学校とかである真似してるやつ大体もうなんかまあどうでもいい、なんか全然話がずれてきて、話がずれてきてもうこのまま元に戻れない感じになってきちゃいましたけど、まあいいか、戻らなくても。指輪にガムを絡めてました。やってましたよね。はい、逆にみんなが清川虹子さんあれで知ったっていう有名な俳優さんなんでしょうけど、名前そうだよ、清川虹子で思った。清川虹子ですね。この人はどういう経歴の人なんだろう。伴淳三郎と結婚してたんですね。
喜劇女優だった。ナラヤム息子に出て70歳にして初ヌード。なるほどね。こんなことだったんですね。私なんか映画かなんかで見ましたけどね。清川が張り手で高田の顔をパンパン叩いていた。今検索すれば出てくるんですかね。その、出てきますよね。始発の心は母心、波越徳次郎でしたっけ。なんかそんなような人いましたよね。あとエンペラー吉田って人いましたよね。エンペラーってああいうとこで使っていいんですかね。いましたよね。山本太郎から MMT で戻りましょう。戻りますか。こんな話してたってキリがない。キリがないですよ。お笑い論喋ったらしょうがないですからね。まあなんだろうな。まあでもちょっと神田松之丞について語りたい気もするんですけど、まああなたはお笑い評論家ですよね。お笑いマニアですよね。なんか自分で演じる必要なくないですか。裏方でやってりゃいいのにね。ちょっと、まあ、松之丞さんの講談自体は見たいと思わないので、まあ全然。なんかもう自分のキャラクター売っちゃってるから。ああ、まあでもあれで講談を聞く人も出てくるのかな。そう考えれば逸材ですね。そりゃそうだ。じゃあちょっと本に戻りますね。戦時経済官僚の最高賞、あ、違うか。1952年の企業合理化促進法は、重要危機に効率の償却を認める減価償却制度を確立し、資本投資を促す税制上の大きなインセンティブだった。減価償却ってなんですよね。工場を作ったら何年でこう経費に上げていくんですよ。30年とか分割して。例えば、30億円で工場を建てると30年で償却するってなると、まあ、1年に1億円ずつ経費に計上していくってことですよね。で、30年で償却すると。で、効率で償却すると、一気に経費に上げられるんで、一気に経費に上げればあれですよね。税金少なく納めていいわけですよ。あ、例えばですよ、皆さんも確定申告とかすると分かると思うんですけど、パソコンとか経費になりますよね。パソコンすげえ高いパソコン買って、まだ3年ぐらいで焼却なんですっけ。買ってほら、経費に一気に入れれば、まあパソコンだと1年でしょ、あれっけ、焼却の3年とかでしないか。まあ10万円以内なら、10万円以内ならなんとかとか決まってんですよ、あれ。だからその分税金、経費に上げられるから税金払わなくていいわけですよ。だから、効率で焼却を認めると、その分税金払わなくてよくなって、まあ、なるべく投資に回そうっていうことになりますよね。まあ個人事業主の人だったらどんどん経費使った方が納める税金少なくなるわけじゃないですか。売上から経費、まあ、ざっくりは売上から経費抜いた利益に税金かけますからね。青色申告と白色申告の違いですね。まあ青色だと帳簿作んなきゃいけない。帳簿作んなきゃいけないんですっけ。ね、確かにね。ということになります。だから、まあ、いっぱい、どんどん減価償却制度を作ったってことですね。で、これによって過剰投資と過小消費という企業優遇にさらに拍車がかかる。これも1943年の価格調整補給制度が元になっている。だから、どんどん投資してると税金払わなくていいわけですよ。だから、トヨタとかソフトバンクなんてほとんど税金払ってないんじゃないですか、あれ。法人でソフトバンクなんか特にずっと赤字だと利益出てないから、まあ税金払わなくていいわけですね。ということになっちゃいますね。太田さんのピカソ話いじってた。今日は二次元のピカソの話、そこでピカソはないでしょって言ってました、ね、みんな聞いてんですね。近代資本主義は複式簿記です。先近代の資本主義は単式簿記ですね。うん。複式簿記をやると、複式簿記を勉強すると日経新聞が読めるようになりますよね。私も簿記1級2回受けて2回とも折ったんですけども。まあ、そのおかげで、
ほとんど日経新聞読めるようになりますよ。端から端までね。で、続きですね。戦時経済官僚の最高支配。わずかな名称変更だけで中身は手つかずで生き延びたのは戦時システムの制度だけではなかった。もっと重要なのは戦時の官僚と経営者が事実上完全に生き永らえたことである。軍隊は解散させられたが、戦時経済を立案運営してきた指導者、立案者は相変わらずの地位にとどまっていた。ドイツで占領軍が直接支配を確立したのとは違い、マッカーサー将軍は日本の官僚を通じた間接支配を決意していた。そのため官僚制度は事実上以前のまま維持された。だから結局その官僚制度が GHQ によって温存されて支配の、まあ天皇制もそうですけどね、維持されて結局今に至るって感じですよね。で、軍隊自体はね、戦争で解体されちゃいましたからなくなったんですけども、マッカーサーは官僚を通じて間接支配したと。まあ、天皇制も維持したっていうのね、天皇を退位させちゃうと革命になるとかね、まあ、共和主義、共和制とかになると統治するのが大変なんですね、おそらくね。何を精神的支柱にして、まあ、ドイツの敗戦、第一次大戦のドイツの敗戦でみんなやりすぎたわけですね。ガン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 ドイツに、返しきれないような賠償金貸したりして。よく教科書に載ってんじゃないですか、なんか。パンを買うのに、荷車いっぱいのお札を持ってくみたいなね。超インフレになっちゃって。だから痛めつけすぎたらなんかファシズムになっちゃったんで。まあ、穏やかな統治にしたわけですね。で、次、それどころか戦時経済体制を進めてきた経済官僚の権力は、戦後一層強化された。アメリカによる占領のおかげで彼らが権力を争う主たるライバルだった軍部と内務省は解体された。彼らほどの力はないにしても、一時は誇り高かった外務省も、日本の外交政策が主として東京ではなくワシントンで決定されるとあって影が薄くなった。日本の外務省はワシントンの出先機関だっていうことですね。今もそうでしょうけど、北方領土は我が国の固有の領土だってね、言わなくなりましたよね。もう言ってくれるなって。いつの間にか、ワシントンの命令なんだかなんだか知らないですけども、そんなとこで一時喧嘩しないっていう、なんか急に方針転換して、全然国民主権というか国民の総意でも何でもない外交方針なんでね。本当ですよ。竹島問題も、尖閣諸島問題だって外務省が考えてやってるのかどうか分かんないですからね。出先機関でしかないとしたら何なんだってことですよね。日本の外交なんて。日本に外交なんかあんのかって話ですね。マッカーサーと目標を同じくしている限り、経済官僚は日本一の支配者でいられた。国家総動員法が廃止されて、官僚の権力が非公式、つまり法定外のものとなったとはいえ、実際上は少しも力を上回ることはなかった。官僚の権力の主たる源である許認可システムは依然健在で、統制、計画、分配といった言葉が指導、道徳的説得などに変わっただけだった。まあ今、窓口指導、統制なんだけど、窓口指導って名前が変わったってことですね。今だってお手盛り審議会ですよね。何か改革するとき審議会、学者、民間の学者とかね、民間の学者ね、学者とか民間人とか審議会に呼ぶわけじゃないですか。もうその人選が、もう桜を見る会と同じで、お手盛りで人選して、なんか反対意見なんか持たないような人、人選して、民主的に話し合って、皆さんの意見聞いてますみたいな、アリバイ作りばっかりやってて、あれは統制じゃねえかっていうね、審議会だって単なる統制じゃねえかってね。言い換えですよ。援助交際と同じようなもんですよ。売春とは言わないで援助交際ですって。審議会って、審議会ってお手盛りの審議会。ね、民主的だって嘘つけって話ですよ。そういうなんかこの言葉をずらすのは多いですよね。日本の文化ってね。なんか、なんか曖昧にするとか。で、民間部門にいる彼らの相手もほとんどは戦争中と同じ人々だったから、言うなりになってくれるのは間違いなかった。まあずっと 同じ仲間で、
国家総動員法戦後もやってるってことですね。で、システムは温存されるということです。あと、ちょっと、もう少しやります。ちょっと、大切なところがあるので。満州閥の復帰。あ、ジャック・ニコルソンさん、お茶爆ありがとうございます。満州閥の復帰。満州でも母国でも総動員体制の戦時体制、戦時経済を見事に運営してみせた官僚や経営者たちは戦後のシステムの中でみるみる高い地位に上っていった。これも驚くことではなかった。経済戦争の立案者でアメリカに追放されたものはほとんどなかったからだ。軍需省でも42人、大蔵省で9人の官僚だけだった。占領したアメリカ軍が立ち去ると事実上、軍人以外で追放されていた全ての人々が復帰し、それぞれのキャリアにふさわしい地位についた。まあ、総動員体制作った人は追放されなかったんですね。まあ、東京裁判にもかかんないということです。で、みんな復帰して輝かしいキャリアにまた戻っていったと。で、その中には戦時中の政治家や思想警察を牛耳っていた内務官僚も含まれていた。その相当数が文部省に移り、戦後日本の教育政策に携わったということです。まあ、思想統制してた人はみんな文部省に行ったってことですね。だから今では萩生田大臣ので、まあ、反共でしょうね。反共大臣で、文部大臣、文部科学省にいる人も反共、基本反共の人。まあ、思想警察がみんな文科省に入って教育行政、教育政策作っていくってことですね。それなんで起こるかって逆コースでそうなったわけですね。冷戦体制だから。で、戦争中の立案者たちは戦前の官僚制度の中でそれなりの地位に戻っただけでなかった。1960年代、70年代には A 級戦犯に指名されていた人物が中央の舞台に上がり、なんと首相にまでなったのである。まあ、岸信介ですね。A 級戦犯だったけど戻ってきて首相になると。で、戦後の重要な経済及び政治指導者の多くは戦争中のエリート官僚グループで満州閥の出身者もいた。ドイツ戦時中の経済相アルベルト・シュペアがベルリンのシュパンダウ刑務所に投獄されるうちに、日本側で同じ地位にいた岸信介はすでに首相に就任していた。岸は満州を支配していた官僚の一人で、戦争中は商工大臣であり軍需省のトップ官僚であった。彼は戦時の主要な政策立案者であり、同時に戦後日本の経済体制の立案者でもあった。後に首相となる岸の弟、佐藤栄作は南、満州鉄道会社総裁だった松岡洋介の名誉を妻とした。まあ、松岡洋介は A 級戦犯ですからね。で、佐藤栄作は松岡洋介の名誉と結婚していると。で、南満州鉄道会社は満州における戦時経済動員の中核で、当時としては世界最大の企業の一つだった。松岡は断固として陸軍を擁護し、満州での実験を推進した人物で、その後、第二次近衛内閣の外相に就任するが、新ドイツ的として知られた。岸と鉄道省出身の佐藤栄作は、1972年まで合わせて10年の間、首相の座にあったということです。まあ、佐藤栄作と、安倍さんって佐藤栄作、大叔父の佐藤栄作のことはあんまり言わないですよね。で、おじいさんの岸信介の話ばっかり、信介にはこだわりあるんでしょうけど、たまにね、なんか黒縁眼鏡かけて、親父のものまね、安倍晋太郎のものまねとかしてますけどね。で、この2人は、まあ、もともと満州企画軍にいたわけですね、岸は。で、佐藤栄作は鉄道省、まあ、統制経済の一番要である、まあ、鉄道省ですよね。その時、あれですね、野中博夢さんって、まあ、戦後か、部下だったんですね、確かね。気に入らない書類があると、逆さに反抗すると、なんかその鉄道省でやった人事みたいなんですよね。どういうふうに人事を掌握するかっていうのを、この佐藤栄作さんではすごい上手かったんですね。なんか人事の佐藤とか言われてた。で、まあ南満津鉄を、
総裁だったのは、まあ、新選組、松岡洋介、まあ、みんな長州の人たちですよね。で、この兄弟が10年首相の座にあったと。で、その他にも首相になった中曽根康弘は戦時システムの経験者で元内務官僚だった。まあ、おとといお亡くなった中曽根さんも内務官僚で、まあ、経済統制とかかかってたと。で、戦後の主たる自動車メーカー11社の中で真の戦後生まれはホンダだけだ。トヨタ、日産、イスズは有数の軍事トラック生産者だった。だ、本田宗一郎さんって偉いんですね。だから戦後に自分で車作ったわけですからね。あとヤマハですね。ヤマハピアノ作ってたので戦時中にプロペラ作らされて、で戦後バイク作り出したってか、これか後で書いてありますけど、ヤマハだってピアノ会社だったわけですね。だけどまあ戦時統制経済の中で軍事物資作らされたわけですよ。他の7社は航空機、戦車、戦艦などの製造から自動車生産に転向してる。まあ、スバルとかそうですね。中島飛行機っていうところですね、あれね。あの、まあ、なんかゼロ戦的なもん作ってたわけですね。で、日産と日立は、鮎川義介のコンツェルン、満州重工業の中核だった。ということです。鮎川義介、鮎川義介っていう人は、日産、と日立の、まあ、元になって、まあ、なんかあれ杉田かおるさんがね、鮎川義介の一族の人と結婚してましたよね。もう別れちゃったんだと思うんですけど、別れたのかな、よくわかんないですけど、二木三助っていう言葉なんだよね。松岡洋介、鮎川義介、星野直樹、岸信介あとなんかいたような気がしますけど、で戦後のメディアさえ戦時の集中政策の名残が見られる。日経新聞と産経新聞は基本的に戦争中の合併の結果として生まれたのだし、こういう企業がたくさんある。日経産経は戦争中に生まれたと。まあ、とりわけ富士産経グループっていうのはね、もともと共産党員だった水野茂雄って人がいいんですけども、その人は初代創業者ですね。転校してからマスメディアに、まあ今週やるアナトール・フランスのね、神々が輝くっていう本があるんですけども、アナトール・フランスの研究家だったんですね、その水野茂雄って。その富士産経グループ作った大元の人ですよ。まあインテリですよね。普通フランス文学者で共産党員だったんですね。でまあ一番最初に共産党なんか転校して辞めて、その後まあ、戦時体制に協力していくということになったんですよ。で今も富士産経グループは体制とべったりですね。体制というか反共的な体制とべったりなのか。日経新聞は何だかよく分かんないですが、日本最大の広告会社電通は戦時中に200社あった企業を12社まで減らした広告産業の集中化の産物である。電通は元軍人や満州国官僚を大量に採用したため、戦後すぐの時代にはしばしば第二満鉄ビルと呼ばれた。まあ、電通には元軍人や満州官僚がたくさん入ってたと。まあ、このまま反共逆コースで、反共逆コースの電通ですからね。とにかく反共教育政策みたいな、まあ、そういうメディアですよ。国民に、まあ、偏ってるわけですよね。スポンサーを、統制経済、マスメディアの統制経済の役割になってる電通ですよね。で、満州官僚がたくさん採用されてたと。で、第二バンテスビルと呼ばれてたと。本社は。で続きです。満州出身者、大手の出版社にも多かった。戦後繁栄した、あるいは主要な企業や制度、個人で、満州や、戦時経済の背景を持つものを数え上げたらそれだけで一冊の本ができるだろうということです。コメントいただきました。日米合同委員会で決められて実行されてるのが日本の官僚統制かな。なんか今富士山会とかいろいろやってますよね。
なんか主要の下げ渡しですよね。アメリカの国際戦略みたいなのカウンターパートになってるんですね、これね。第二次大戦後の東ドイツでもスタージをはじめとした政府機関の中級職員に多くの元ナチ官僚が採用されました。当初、スターリンは中毒ソ連司令官はシーリー・チェフコフに、チェイクに3万人の元ナチ官僚の処刑による非ナチ化を進めるように命じてましたが、1948年のベルリン封鎖後は一転してナチ官僚を保護して利用するように命じるようになりました。この前ね、BS で元ヒットラー・ユーゲントのおじいさんたち取材してやってましたよ。いまだにナチスの歌とか歌っちゃってましたけどね。まあ、間違ってるとは思うけど、青春時代、なんだ、本気でやっちゃったから、もう青春の思い出がナチスと一緒になっちゃってるわけですね。だから、なんか、まあ、見てて気の毒だなと思って、もうなんか90超えたじいさんが出てますよ。あ、桜さん、声ありがとうございます。今でも中島プロペラありますよ。あ、そうなんですか。まあ、中島 飛行機、スバル。本田さんは役人に呼ばれ、お前四輪車作らなくていいと言われて、鬼のように復讐を成就したので、逆の作用も働いたかなと思います。今のうちは JTI や MRJ で、駅ないところじゃ、の騒ぎじゃないですね。JDI の経理5億円横領したって言って自殺しちゃったんですね。昨日ニュース見てたら。自殺したんだが、自殺なんですかね、これね。自殺、殺されたのかもしれない。なんか、自分で暴露しようとしますよね、組織的に。流用してたとか言ってね。もう、真っ黒ですよね。もう、で、この真っ黒な状態で、さらに真実も何にも明かされず、忘却の彼方にね、消えていくんですよ、これ。年金テロと一緒ですよ。前あった、なんか、自分家の犬が保健所に連れてかれた仕返しだとかっていうわけわかんないこと言ってたじゃないですか。まあ、オウム真理教事件もそうですけども、どんどん臭いものに蓋で、なんか、いいんですかね、それね。そんなことを私がここで言ったってしょうがないんですけど、まあ、そういうことがしょっちゅう、なんか、社会の片隅で起こってるから、なんかもう、嫌だなって思いますけど。嫌 だなっていうか、もう どうやってそれ直すんだって話ですね。国民主権で、なんか民主的にやればよくなる問題なのか、まあ、世の中もそんなもんであると観念して生きるのかね。まあ、どっちかといったらそんなもんであるっていうことなんでしょうけども。まあ、元ナチ官僚もみんな共産党に情報、シュタージっていう、これもね、BS でやってますよ、シュタージの問題。密告させんですよね。隣組と一緒ですよ。職場や、まあ、あれですよ、家族に密告されたりするわけですね。トヨタ商事もあります。トヨタ商事事件でありますよね。コミック雑誌なんかいらないで、トヨタ商事の社長の、違う、襲撃する人の役をたけしさんがやってましたよ。鬼気迫る演技でしたけど。あれね、白昼堂々、私子供だけど覚えてますよ。トヨタ商事事件、いきなり、ね、社長のとこ行って刺し殺しちゃうみたいな。まあ、オウム真理教事件だってね、なんかもうずっと、なんか村井さんとか刺されちゃってね。まあ、むちゃくちゃじゃねえかと思うんですけど。まあ、結局逆コースは、ドイツでも、ドイツは逆コースじゃないですよ。共産主義に利用されてるんですからね。まあ、すごい、お互い様ですよね。まあ、だから冷戦体制っていうのはすごいですよね。なんか。まあ、それによって生き残ったわけですよ。まあ、少なくとも岸信介は生き残って、まあ、それが今も安倍さんにまでつながる系譜になっちゃって。なんか、なんですよ。で、鈴木です。ちょっとこれで最後です。最後ですっていうか、今日最後のところ、あと5行ぐらい。自由民主党官僚支配翼賛会。戦後日本の重要な経済政策立案に政党がほとんど役割を果たしていないことはよく知られている。
実は1955年にいくつかの政党が合併して自由民主党が誕生し、一党君臨、かっこ支配ではないかもしれないが、体制が確立され、俺が実際に国を動かしている官僚に民主主義的な体裁を整える隠れ蓑になった。このいわゆる55年体制は、戦時中の一党独裁制度である体制翼賛会によく似ている。しかし賢明な改善点は、野党が存在して批判勢力に発散場所を与え、同時に日本は本当に民主主義国なのだと世界に示したことであろう。自民党は1993年までにほぼ40年にわたって君臨した。まあ、今も君臨してますけども。まあ、自由民主党っていうのはまあリベラルデモクラティックパーティーとは言いますけど、アリバイ作りのためにあると。重要な政策、経済政策の立案は政党政治では全くやってないと。今もやってないですよね。国会で経済の話なんかしたって、まあでも野党も経済政策があんのかとかね言われるわけですから、ね、だとそれで MMT ですけど、まあ、MMT をやれば革命ですよね。よく考えればね、やっぱその官僚は日銀の資源発行権を奪い取るってことですからね、政治によってね。じゃなきゃ実現しないです。今のままの日銀だったら MMT はやこの本によると、今のままの日銀であれば信用創造しないですよ。わざとしない。わざとしないで自分たちの権力基盤を維持する。これは日銀がずっとやってきたこと。もう戦後ずっと日銀がやってきたことは信用創造しない。経済は全部自分たちが握っとく。で、大蔵省、まあ今の財務省にもその手口を見せない。なんか、その、経済をコントロールしていく一番の肝の部分を隠し持ってて、自分たちが力があるとも見せずに国民を支配して、で日本経済何度も崩壊させてきたのは日銀だって言うんですよ、この本は。まあそれがずっと後書かれていくんですけど、まあ今日はここまでですけど、だから政党政治っていうか、まあ55年体制っていうのもね、社会党だって自民党から金流れちゃってたと。あるいはまあ自民党だって一部に CIA とかから金が流れてると。そう考えれば、なんか本当の、まあ本当のそんな政党政治なんのかっていう問題もありますけども、まあ国際社会に対する言い訳のために議会制民主主義をやってるふりだけしてる。まあチャルマーズ・ジョンソンもそう言ってますよ。ずっと日本人ってのは議会制民主主義やってるふりだけしてて、中身は何もない。一応でも野党が存在して発散場所にはなってると。ね、立憲民主とかね、まあ昔の社会党である意味立憲民主ってのは基本国民のガス抜きをやってるだけだって。まあ実質支配してるところは別にあると。国会に、国会が国権の最高機関なんでね、本当かよって話ですよ。憲法に書いてあって、国会が国権の最高機関だって喋ればなんか唇寒しですよ。そんな風になってない。なってないことを、まあ、庶民である我々は、なってねえんだろうなって思うしかないですよね。思って、じゃあ直すのかっていうと直しようがないですよ。まあ、勝手に崩壊していくまで、まあ、それは続くでしょうね。このままでは税ばかり取られて何の見返りもないですね。税金が取られるけどオリンピックとかやってくれるんじゃないですか。見せ物。パンとサーカスですよ、パンとサーカス。イカさんのように殺さぬように、まあ、そんな感じなんじゃないですか。ということでした。まあ今日はここまでで終わりにしたいと思います。あんまりたくさん説明できなかったっていうか、やっぱりなんだろうな、一回あれですよ、すごい再生されたんですよ。私のこのライブ音声としては前回やったの1000回以上再生されてたんで、1週間経たないのに3日ぐらいで、ね、ほら需要のある話なのであるかと思ったんですけども、だいたいもう一回やるとそんなにウケないっていうかね。いつもそうなんですけどね。これシリーズ化すればみんなガンガン聞くのかなと思って、同じネタでもう一回やってみるとね、まあだんだん先すぼみっていうかね、そういうことで悲しいことがあるんですけども。
他に話すこともないんでね この本をだらだら紹介しましたけど、まあでも なんとなく分かりますよね。今我々がどういう時代に生きてるかって、政治体制の中に生きてるかっていうのはね、まあなんかまあマスメディアとかね、なんかね、インチキばっかしか言わないですからね、インチキばっかっていうか、なんか、まあ、表面上の現象は解説してくれるんだけど、なぜ今に至るまで、その、なぜこういう社会なのかと、なぜ年功序列終身雇用をやめられないのかとかね、なんでもっと改革すりゃいいのにっていうと、改革しちゃうと、権力基盤が崩れる人たちがいて、やっぱりそれは結構よくできちゃってるんですね、これね。まあそういうのがあるんですが、一億総活躍って言うんですもん。一億総活躍って標語に全て現れてますよ。戦時統制経済と変わらないから一億総活躍っていう、ああいうキャッチコピー作る、平気で作る、あれは本音ですよ。全てを表してますけどねでも他にやりようがあるのかって問題がね、悲しいことにねあるんですよ。まあ私はね、やっぱりね、なるべく個人主義でやれる人たちは個人主義でやっていくべきだと思いますけどね。まあお上にアメとムチおんぶに抱っこで行ったって、やっぱパイが限られてるからね、どんどんその権力の中枢に行かない限り何のうまみもないから、自分の力で生き抜いていくっていうかね、なんとか自分の幸せは自分でやって、政治に何かを変えてもらうことを期待できるのかって問題ですよね。なくなってきますよね、こういう本読んでるとね。なんか政党選挙に行くことに意味があるのかって問題はね、やっぱりどうしても思っちゃうっていうか、どうせ別のところで決まってんだろうっていうね感じもしちゃうんですけど、まあね、この本は結構過激なんですけどね、なんかズバズバやっぱり戦中と戦後の連続性はね、やっぱ分かりやすく書いてあるからいいですね。なんかもっとね、だからね、私なんで日銀派の人たちと財務省派の人ポジショントークしてんじゃないですか。リフレ派と今で言う MMT 派、やっぱお互いポジショントークしてんですよね。だからその権力構造の中でポジショントークしてる知識人たちがいるから、彼らがなんでそういう構造の中でポジショントークしてるのかっていうのは、やっぱ客観的に暴いていかなきゃいけないし。もうこの前私読書会やった後、たまたま朝生見ちゃったんですけど、朝まで見ちゃったんですよ。ダラ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 酒飲みながら。まあひどい、中身なんか何にもない。一応野党と与党の人呼んで話し合いしてたんですけど、まあなんか新しい情報があるわけでもないし、なんかもっともらしいこと言って、3時間も4時間も見てお前がバカなんだって話もありますけど、話和芸としても何もないじゃん。ポジショントークはしてんだけど、なんかもうちょっと昔の朝生の方が面白かったですね。やっぱ大島渚は切れるとかねなんかああいうのがないと、あそこで正しい議論なんかされたって困る。なんか面白い和芸で笑わせてくれよって思いますけど、田原さんっていつまで番組の司会者やる気なんですかね。まあでも田原さんがいなくなったら番組終わりなんでしょうね。が思いましたけど、まあだからなんかそのトーク番組、そのまあネットの中でもありますけどね、討論番組、対論番組みたいなの、言ってみれば中身はないわけですよ。言ってみれば別に、あとはその和芸、いかにその聴衆を楽しませるかって和芸の見せ所みたいに、まあそういうもんとして受け取ってりゃいいかもしれないですね。YouTube で調べたら、意外とリチャード・ウェルナについて説明してる人が他にもいましたね。なんか、チャンネルがありました。図を使って。まあどっちもまあ興味あれば見てください。まあリチャード・ウェルナ本人が喋ってるのもいっぱいありましたからね。私もちょこちょこ見てみて。またシェアしていきたいと思います。一応ね、3冊買ったんですよ。リチャード・ベルの方、あと2冊ぐらい。虚構の主演というのもありましたけど、なんか、数式だらけでしたけど、読む気失せましたけども。ということでした。じゃあまあ、今日はこの辺で終わりにします。もっとうまく
飴とください。飴とムチとろうそく。ろうそく。よくわかんないけど。じゃあ皆さんありがとうございました。遅くまで。福田さんありがとうございます。じゃあ、ゆっくりお休みください。じゃあ失礼します。おやすみなさい。